はい、おはようございます。ご来さんです。本日はですね、SV6班に乗って、東北の福島の、北の方にあるなんちゃらスカイラインっていうのが密集してるんですよ。それ全部ここに出してきますけど、それを巡ろうと思って、まあ、福島なんでちょっと超長距離なんで SV じゃどうかなというのを思ったんですが、でも走る場所が全部なんちゃらスカイラインなんで、くねくね道だったら SV で行きたいなと思って今日は SV にしました。だからちょっと給油回数が増えるかと思います。東北道をグワーンと登って、で磐越をちょっと左に行って、それからなんちゃらスカイラインを回って帰ってくるという、そういうコースになっております。それでは本日も張り切ってレッツゴーというわけで、今ね18度ぐらいなんですけど、メッシュジャケット、本日の最高気温がね、28度とかいうので、もう夏じゃんっつって、うわ、スピードが上がった、もう夏じゃんっつってですね、メッシュジャケットにしたんですよ。一応メッシュ、上着の下にはインナーを1枚着て調整できるようにしてあるんですけど、いや、インナー着てても寒いっすね。寒いっすわ。ちなみに今の時刻は5時53分。今6時ですわな。太陽は4時40分ぐらいに昇ってんのかな。だいぶ日が早く昇るようになってるんで、もうちょっと早起きしようかなとも思ったんですが、まあこんなもんですわ。前を走ってるのははやぶさですな。はやぶさぶっさ。はい、東北道方面に参ります。あ、ごめん、間違えてた。トリップ1見てた。やっぱり V ショと SV を乗り換えてるからメーターの場所見間違えてた。今 28.1 です。でもいい方ですね。はい、蓮田 SA はパスして羽生に向かいましょう。蓮田より普通に羽生が好き。はい、ここまで90キロから100キロぐらいの間で走っておりますが、平均燃費 29.3 ですね。先ほど勘違いしてた数字に近づいてきました。今70キロぐらい出してます。燃費にいい。はい、羽生 PA に入ります。今ね、平均燃費計はね 29.9。 すごいね。気温はね、変わらず18度、17度かな、ちょっと下がったかも。寒いよ。メッシュジャケットじゃ寒いってさ。メッシュじゃなかったね、今日はね。なんかあったけえ飲み物を飲ましてくれ、頼む、死んでしまう、このままでは。はい、羽生 PA でございます。くるくる。ふい、あったかいほうじ茶を飲みつつ、日向ぼっこしながら飲んでました。ちょっと温まったかな。このライダーズウェアを見るとちらほらメッシュジャケットの方もいらっしゃって、寒くねえのかなとか思いますけどね。はい、栃木県に入りました。栃木。今 89.5 キロですが、燃料系のメモリが1個減っていることに気がつきました。平均燃費は、29.9 ですね。ずっと一番左側の車線を90キロぐらいで走ってます。寒いんだもん。あ、そうか、コンビニかなんかで、コンビニっていうかパーキングでカッパ、使い捨てのカッパかなんか買えばよかったかな。はい、佐野サービスエリアですね。さっき入ってたばっかりなんですが、カッパみたいなもの、1枚中に着れるものを探してみましょう。はい、佐野サービスエリアでございます。くるくる。お、8R かっこいいね、8R。 はい、カッパみたいなものはなかったですね、佐野には。
たねんよ。さっきの羽生はコンビニがあったから、さっきの羽生の方がチャンスだったかもしれないな。まあとりあえずゆるゆると行きますか。はい、気温も20度まで上がってきましたね。今7時16分です。ようやく寒いのも慣れてきた。ようやく普通に走れる。はい、大谷パーキングに入ります。チッコーチッコーチッコー。大谷パーキングはちっちゃいですよね。あ、コンビニがある。コンビニがあるって言ってもな、でもな、そんなあれじゃないんだよな。もうそんなに寒くはないんだよね。はい、大谷パーキングでございます。くる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 、忍者。大谷パーキングを後にします。ようやくね、寒くなくなってきましたよ。いい感じですわ。北上してきたせいかな、またなんかちょっと気温が下がったような気がするんですよね。温度計は20度。はい、147.2kg ですが、燃料系のメモリの2つ目が減ってることに気がつきました。全部で6個あるので6分の2、3分の1減ったということになるかと思います。どれぐらいで給油しようかな。平均燃費計は 28.8 です。うわー、寒い。日陰が寒い。寒いよ、さっきまでより寒いよ。あ、日向になった。あ、また日陰になる。はい、矢板北パーキングに入りますよ。矢板北に、何してんのこの人。はい、矢板北パーキングでございます。ちっちゃいね。はい、なんとですね、レインコートをね、売っていたので買いました。こちら。というわけでね、今ね、来たんですけどね、ちょっとね、カサ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 音がしますけどね。あ、これでちょっと走ってみましょう。寒くないんじゃないかな、これで。200円ぐらいですね。はい、このレインコートを着てても、まだ寒いぐらいなんで、まあ、着て正解ですね。でも、だいぶマシになったような気がします。はい。ここは西那須の塩原の出口ですね。だいたい東北道を来るとしてもこの辺までしか来ないですね。はい、那須高原サービスエリアに入りますよ。あ、燃料が今 197.1kg ですが、燃料系の3つ目が減って半分になりましたね。6分の3、2分の1減ったということになります。ガソリンはどうしましょうね。あれ、ここサービスエリアだっけ。あ、ガソリンスタンド一応あるのか。でも半分じゃちょっと早いかな。7リッターだもんね。全部で14リッター入るから、7リッターじゃちょっと少ない、ちょっと早いかな。残り2つになったらあれですね。はい、那須高原サービスエリアでございます。レギュラー191円。191円か、高いね。はい、車線規制ですね。虫が結構いるかな。シールドに虫が結構ついちゃったな。次のパーキング入るか。新幹線だ。東北新幹線。はい、242.4kg ですが、燃料系のメモリーが4つ目がなくなりました。残り2つです。次、浅川パーキングに入るんですけど、ガソリンスタンドがあるようなので、ガソリンを入れましょうか。ガソリン高いだろうな。でも、入れなきゃな。まだかかりそうだし。
はい、あそこパーキングにインスタンドありますね。いくらかな、どうせ190いくらすんだろうな。お、意外とバイクがいるね。あ、 SV だ、 SV の赤白だ。はい、あそこパーキングでございます。くる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 。はい、あそこパーキング SA なのかな、 PA って書いてあるね、あそこ PA って。192円だね、高いね。はい、ここまで 243.7kg で 8.8リッター、 8.8 は 27.69、 いいですね。燃費計は 26.9 ですね。さすがにね、朝寒かったんでゆっくり走ってたのが効いてるみたいですね。はい、それでは続いていきましょう。はい、郡山ジャンクションを左方向、磐越道に入ります。会津岩木方面ですね。磐越道懐かしいな。昔磐越道からこう戻ってきて東北道を曲がり損ねて、そのまままっすぐ行って常磐道まで行ってしまったという悲しい過去がありますね。はい、磐越道にイン。磐越道って走りやすいんですよね。はい、山々は山々ってきましたな。今9時24分。なんかあんまり道が良くないな、綺麗に舗装されてない。あの工事のこういうドンドンっていう、こういうドンっていう、こういう跡があるから、そういう意味では走りづらいかな。おお、寒いね、トンネルの中寒いわ。カッパ着てても寒いわ。はい、これが磐梯山だそうですね。あー、会津磐梯山は宝の山よ。いやー、流れますな。そしてね、パーキングがないね。パーキングらしいものは見当たらないっすよ。パーキングあったような気がするんだけどな。パーキングはやっとあった。磐梯山パーキングですね。あと2キロ、1キロぐらいかな。はい、磐梯山パーキングに、ここのこうガソリンスタンドがあるんですけど、ここで入れないとここから先100キロ以上スタンドないよって書いてありましたね。恐ろしい。はい、磐梯山サービスエリアを後にします。結構寒いっすね。もうこれ以上打つ手がないんでどうしようもないんですけど、これで山の中入ったらもっと寒いのかな。今なんかビーコムが繋がってるかなと思って操作したら、なんか電話かけちゃったみたいですね。ただいま電話に出ることができませんって言われちゃった。これ大丈夫なのかな。はい、磐梯川なんとか東、川東、これいいと思うんだけどな。あ、いいみたい。ようやく高速を降りましたよ。今9時54分、10時ですね。ようやく高速を降りた。はい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 、地上に降りましたよ。地上に道の駅磐梯があるんだって。でも今日はね、道の駅スタンプブックを持ってきてないんでね、寄ってもスタンプは押せないんだな、これが。またでも磐梯ってなんか押したような気もするな、すでに。いやー、山ん中走ってんね。いい感じだ、いい感じだ。あ、これ磐梯山でしょ、磐梯山。はい、右方向、県道7号線に入りますね。右は猪苗代方面ですね。左は喜多方。はい、ただいまの気温19度って出てましたね。あ、これ20度だから、まあまあ大体合ってる。
あー山綺麗だね。磐梯山、山々綺麗ですな。あ、これ道の駅じゃん、道の駅磐梯じゃん、言ってっか。多分ここ来たことない。はい、道の駅磐梯でございます。初めて来た、ここ見覚えない。はい、道の駅磐梯を後にしますよ。こっちの方は会津ナンバー、郡山ナンバーとか。はい、1キロ先。初めて走る道はなんかワクワクドキドキしますな。走り慣れた道はそれはそれでいいけど、初めて走る道っていうのは何があるかわかんないからドキドキしますな。しかし山が綺麗だね、磐梯さん。はい、これを左に曲がるですね、裏磐梯ゴールドライン、裏磐梯ゴールドラインっていうところに入るみたいですね。この今日初めてのこのくねくね道でございますな。はい。かなり涼しいね。あのカッパまだ着てるんですけど、それでもまだ涼しいなと感じてしまう。気温は21度ぐらいか、この気温計で。はい、裏磐梯ゴールドラインに、イーン、やえーん。道はね、悪いね。ボコボコしてるね。ボコボコしてるね。これセンターラインが、この、やや右寄りにあるんだよね。左側の車線の方が広いの。なんか不思議な感じ。こっちではそういうものなのかな。明らかにセンターラインがね、右に寄ってんだよな、これ。右側の方が狭いのは、これどういうことなんだろうな。おっと、なんかそれらしくなってきましたよ。ブイントブイントーン。結構回り込んでる、ブイーンと。結構また回り込んでるかな、2速。回り込んでる、ブイーンと。楽しいね、ウフカーブ危険って書いてあるね。なんて書いたんだろうと思った。カーブ危険って書いてある。4速。やはり4速、上りだからちょっと力が足りないね。3速。やっぱ3速ですな。上ったり降りたり忙しいね。しかしこれね、景色いいよ。ここね、見えるかな、磐梯山がそこに見えるんだよね。また来ました、カーブ危険。いやー、いい道だなこれ。なんだこれ。あ、磐梯山が真ん前に見えるよ。いい道だねこれ。あー気持ちいいねこの道で。これはねちょっと遠いけど来る価値ありますわ。カーブ危険。3速2速ブイーンと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 。あ、72.6キロですが、燃料系のメモリが1つ減ってます。燃費系は 23.3 ですね。でかいパーキングがある。結構車来てんだな。ここはそんな有名なところなの？ここは車に人が乗ってないけど、降りた人は一体どこに行ってんだろう。山登りでもしてんのかな。今日ね、本当はグッドライダーミーティングがあったんですよ。
でもね、ちょっとね、あまりにも天気がいいんでね、ちょっともったいねえなと思ってキャンセルしちゃいましたね。ごめんなさいね、ごめんなさいね。はい、下ってます、下ってます。これはあれですかね、もうじきこの1個目のスカイライン、浦和磐梯ゴールドラインが終了しようとしているような気がします。終わったっぽいね。斜め定位置付近です。だからここで終わりなんだね。斜め右方向ですと。よいしょっと。うわー、なんか綺麗なんか綺麗。バイクが来ましたね。いやーい。あ、SV6X だ。やっべーな、おい、気持ちよすぎるよ、この道。何なんだよ、こんな道が無料でいいの？もう有料道路で金取っていいレベルだよ、これ。ブイントブイントン。スキー場とかリゾート地みたいですね、この辺。あ、湖が見える。これ何湖？猪苗代湖なの？よくわかんないね。でもこの辺で湖っつったら猪苗代湖ですよね。すごい、めっちゃ湖。でも猪苗代湖にしたらちっちゃいか。リゾート地って感じ。レイクサイドホテル。国道459号らしいですよ。レストラン&コーヒーですよ。なんか高そうね。こういうとこは高えだろう。ちょっとね、私のような下々のものがね、うかつに入るととんでもない散財をしてしまいますね。あ、セブンイレブンがある。セブンイレブンがなんか渋めのマークになってる。セブンイレブン寄ってく？ちょっとトイレ行きたいかな。セブンイレブン寄るか。はい、左に曲がって、あ、そういえばコンビニでハンターカブに乗ってる福島のおじさんとちょっと話してました。なんかハンターカブがあと5000キロ走らないと奈良市が終わらないとかいう風に言ってて、なんだそりゃと思いましたけど、まあそういうものなのかなって。左手に湖がありますね。でこの道はレイクライン、レイクライン、湖湖畔の道みたいですね。今のところなんか、あ、バイク来た。いやえー、一応返してくれた。SS の人返すの大変ですよね。これもうハンドルにこう、こう下にこうなってるから。うお、虫がすげえ。虫がすげえ。気温が上がるのはいいけど、虫もワンサが出てくるからな。でもまあこれぐらい高速道路じゃないから、そんな虫がシールドに当たるっていうことはそうそうないとは思うんだけど、まあ、こっちの方がなんか車通りが多いかな。さっきのゴールドラインだけほとんど車通りがなくて静かだったんですけど、こっちも最初はちょっとデコボコしてたけど、あ、この辺もやっぱりデコボコしてるな。あんまりカーブがないね。あ、そろそろカーブ来たかな。そうでもないね。緩いコーナーが続く。あ、ちょっときつめ来たか。スイフト、さっきからスイフトスポーツがいっぱい見るな。スイフトスポーツ、これで2台目だな。虫がブンブン向かってくる。それは私がライトをつけてるからかな。まあ、しゃあないね、バイクはライト常時オンだからね。今短気筒のバイクに追いつかれたかと思ったら、自分のバイクのエンジン音だった。はい、下ってきた感じですね。この道ももうじき終わりかな。ブイントーン。お、意外と回り込んでる。猪
田舎って感じですなあんまりこの道夜は走りたくないな街灯ないもんね。川、山、なんかこう野生動物が飛び出してきそうな道ですなこれ。いやー、なんかこうこの道木漏れ日がこのゆっくり流す感じですねこれ気持ちいいね。はい、3つ目のバンダイアズマスカイライン、バンダイアズマスカイラインに入りました。ずっと山道ですね。雄大、雄大です。はい、県道70号線、これがスカイラインなの？あれ、さっきのは違ったのかな、バイパス路肩がボコボコしてるな。そしてちょっと道狭いかな、ん、そんなことないかな。まあいずれにしても走りやすいですよ。日本の道100選だって。日本の道100選。うわ、なんかすげえ、めちゃくちゃ道が綺麗、走りやす、めっちゃ走りやす何これあ、ちょっと道悪くなった。いや、でもまだ全然綺麗な方だ。なんだこれ、さすが100選に選ばれるだけのことはある。お、なんかちょっと今フロントが滑ったような気がした。あー、はー、楽しい。この道が一番走りやすいそんな回り込んだコーナーもないし、適当な大きさのコーナーが続きますな。で、あんまり油断すると鋭角なコーナーが来ると困るので二足にシフトダウン。鋭角のコーナー、あー、ここいいね、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 いいね。天風鏡ですね。写真を撮りましょう。このコーナーいいね、こう来てこう来てこう気持ちいいよ。これちゃんとね、コーナーにバンクがついてんだよねだからスピード出してもう怖くないな。この辺なんか路面がうねってるんだけど、んー、どうしちゃったの突然うねうねしてるんだけど、路面が力尽きた舗装工事力尽きたうーん、はい、タイトなコーナーですな。くる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 。気温は20度ぐらいですけど、暑くもなく寒くもなくですな暑くもないっていうのはカッパを着てても暑くないって感じですな。今日はメッシュジャケットじゃなくて春秋物でしたな。ズボンもメッシュなんですけど、ズボンはそんな気にならないですよね。ちょっと涼しいかなぐらい。やっぱ上着ですよ、上着。はい、今 117.7kg ですが、燃料系のメモリが2つ目が減ってることに気がつきました。あー、気持ちいいね。山の上の方に若干雪が残ってるけど、まあだいたい雪解けしてますな、この辺は。ここで標高 1500m ですって。二速ブイーンと曲がって加速。あ、対向車線に車が多いんだよな。おお、やはりちょっと標高が高いせいか、今気温が18度ぐらいですね。で、若干寒いっすよ。なんで俺今日メッシュジャケット着てきちゃったんだろうあそこでカッパを買ったのはナイス判断だったな、我ながら。あれがなかったら今頃もっとヒーヒー言ってる。
なんかこの下ったところ登ったところもかもしれないけど、まだ雪が残ってましたね。で、標高が1600メートルってさっきより100メートル上がってる。今日走った道の中では一番標高が高いかな。グローブもね、一瞬メッシュグローブの方がいいかなとか思ったんだけど、いや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 と思って、グローブそんな変わんないしね。風強いな。そしてこの山は何だろう、ハゲ山ですな。ハゲハゲ、これが有料駐車場かな。なんかそれっぽいね。すごいですね、登るんだこれ。全く私登る気なしっていう。おー、なんか結構すごいね、グランドキャニオンみたいな感じ。駐停車禁止だって、有毒ガス発生中だって。マジかよ、俺バイクだぜ。有毒ガスは吸い込んじゃうじゃん。車じゃないんだからさ、あの車だったらあの内気循環にカシャッとしちゃえばいいけどさ。結構登ってくる車が多いね。この景色ね、すごいよね。さっきの有料駐車場まで行くんだろうな、あそこで折り返しに行って帰るんだろうな多分。だからここから先空いてたし。またスイフトスポーツだ。今日スイフトスポーツ5、6台見てんじゃないの。よーん、にゃーん、タイトコーナーが続くね、山道って感じ。下りのタイトコーナービヨンビヨン。はい、ブレーキ2速回り込んでいくよ。下り下りリアブレーキを当ててグイーンと。すごいね、すごい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 。つば九郎谷、あ、トイレがあるのか。トイレ、まあいいか。景色の良いルートに入りました。これなんだろう、また新しいスカイラインかな。あれ4つあったっけ、3つあったような気がしたんだけど。いい加減だな、名前をよく把握してないっていう。釣りにしたのか、あれは人がどうこうできる問題じゃないね。ジャフだジャフ。バイクで脱輪したら怖いな。あれ、山を下ってきたんだと思うんですけど、さっきからずっと下りながら、あのね、気温がね、暖かくなってるっていうか、若干暑い。道がね、狭くなってきたね。対向車が来るとちょっと怖いぐらい狭くなってきたね。あー、すごい、気温がぬるい。気温がぬるい。さっきまでの凛とした感じの涼しさがなくなってぬるったくなってきた。張り詰めた弓の、はい、スカイラインもどうやら終了のようですね。街中に降りてきました。あ、ジャフが向かってる。さっきの脱輪した軽自動車を助けに行くんだ。まあね、それはジャフだよ。ボッコボコやね、ボッコボコやね、路面がボッコボコやね。ボッコボコやね。あ、ちょっと良くなった、ちょっと綺麗になった。路面がデコボコデコボコしてる。あー、終わった、普通のアスファルトに戻った。んー、それでもまだちょっとボコボコしてるんだけど、さっきのまでの道よりはマシ。エニオスがあるな。179円か、そんなに安くないな。フルーツラインに入りました。26度ぐらいかな、気温は。だいぶ下界はぬるいですね。だいぶ
だいぶぬるいですね。あ、ここじゃなかった。信号赤になったかと思ったけど、ここではなかった。これ荒川ですって。すごいね、こんなところを走っている川が流れ流れて東京まで行くんだね。これ左に曲がっちゃうともう東北道入り口なのか。まあ、そこにエネオスがあるからあそこでもう入れちゃおうかな。今2つ減ってて距離は 152.4km。 2、2、2、5、2、6、2、7、14、6リッターぐらいは入るかな。それぐらい入れれば家までたどり着くよね。高速のガソリンは高いからな。はい、ここまで 152.5km、 さっきガソリンを入れてからですね、 152.5km 走って 6.1リッター、 わ、リッター25ですね、 25.3、 ちょっと悪いですね、実燃費の方が。はい、それでは帰宅します。バイバイ。はい、今ね29度ぐらいありますね。暑いっすわ。長野カッパと長袖、長袖はどうかな、カッパは脱いだ方がいいだろうな。この先高速乗るはずなので、高速に乗ったらまたちょっとどうかわかんないんで、高速乗ってから考えますか。はい、福島西インターチェンジから乗りますよ。福島西？東北道、東北道にインしますよ。仙台、青葉、東京、宇都宮、こっちだ。はい、福島松川、あ、これこっちから入るのか。福島松川にパーキングでございます。パーキングでございます。止まれ止まれ。はい、あ、ここから ETC で出入りするのね。バイクはどこですか。バイクないんだね、これね。バイクないね。はい、福島松川、福島松川、はい、福島松川のパーキングでございます。くるくるくる。はい、パーキングを後にしました。ご飯を食べました。生姜焼き定食、ご飯大盛りでございます。それはこちら。はい、ですね、お腹も膨れましたところで、今の時間は12時53分ということになっております。気温はですね29度ぐらいで、暑かったので、30度ぐらいかな、暑かったので、あの中に着ていたあのカッパ、朝買った100円カッパ、200円だったけどを脱ぎました。でもまだ1枚着ております。あー、この長袖1枚のインナーもいらないかもしれないな。暑いわ。おー、風強い。くそ、ヘルメットの中に蜂が侵入してきやがった。はい、郡山ジャンクションですね。朝は、東京から来て磐越道にこう回ってたんですね。それにそこに今到達しました。はい、朝霞パーキングに入ります。朝も寄ったかな。ここにスタンドがあるんだよね。まあ、まだ満タンだから関係ないけど。あ、なんか歯磨きてえな。ツーリングに歯磨きセット持ってくる人いないよね。ああ、このパターンか。来るバイク置き場がないパターンね。あ、あるあるある。すんげえ端っこにあるわ。申し訳程度にあるな。はい、朝霞パーキングでございます。くる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 。はい、歯磨きは無理なんでキシリトールガムを買って噛みました。ちょっと口の中すっきり。はい、阿武隈パーキングに入ります。あ、今度は眠くなってきた。コーヒーを飲もう。コーヒーを。あ、自販機も一応あるわ。はい、今
83.3 キロですが、燃料系のメモリが1個入っていることに気がつきました。ここは今白川のあれですね、出口ですね。ということはここはまだ福島ってことですね。はい、栃木県に入りました。ようやく福島から脱出できた。やっと栃木か。いやー先は長いな。はい、那須高原サービスエリアに入りますよ。虫がシールドにちょっと吹かないとやってられない。はい、那須高原サービスエリアでございます。くるくる。はい、今 123.1 キロですが、燃料系のメモリーの2つ目が減りました。平均燃費は25キロですね。もつよな、持ってくれ。はい、矢板北パーキングに入ります。矢板北ってよく寄ってるような気がするな。はい、矢板北パーキングでございます。くるくる。はい、大谷パーキングに降ります。はい、大谷パーキングでございます。くるくる。はい、166.2 キロですが、燃料系のメモリーの3つ目がなくなって残り半分、6分の3、2分の1になりました。今 166.5 キロなんで、ちょっと微妙になってきたね。ここ何県今、まだ栃木？はい、宇都宮市街って書いてあるんで、宇都宮栃木だね。まだ栃木っぽいしね。栃木から残り半分で帰れるか。はい、東京にどんどん近づくにつれおかしな車が増えていきますね。非常に怖いです。はい、佐野サービスエリアに入りますよ。トイレ行きたい。さっきポカリスエットをね、ペットボトル1本丸々ゴフッと飲んだもんで、トイレ行きたくなっちゃった。ちょっとね、股がついそうになったんで、あ、これはもしかして脱水症状かと思って、ポカリスエットを丸っと飲みました。はい、そのサービスエリアでございます。くるくる。はい、今ね、2万2000キロなんですけど、タイヤもね、ちょっと、そろそろ、スリップサインが出ちゃうかな。フロント、リアは途中で一回パンクしたんで変えたんで、ニアはまだちょっとあるっぽいんだけど、フロントはそろそろやばそうな感じですね。スリップにかかりそうな感じですな。1万2000キロで変えてるから、2万2000でしょ、1万キロぐらい走ってるのな。1万キロで S22 はダメになる？まあ、持っても1000キロ、2000キロってところかな。さあ、次のタイヤは何にしましょうかね。あ、ガソリンのメモリが、なんかこれ2つになってる。204.3 キロ。これは持たねえな。今、栃木県だもんな。これ、佐野だよ、佐野。穴入れるか。はい、204.5 で 7.38、 7.38 は 27.7、 あ、結構いいじゃん。 27.7、 あれ、燃費計は 25.1 なんですけどね、になっておりますと。はい、では行ってみましょう。引き続き事故渋滞みたいですね。この先事故ってパトカーがサイレン回しながら行ってましたね。嫌ですね。まあ、事故りたてほやほやですね。4台。はい、蓮田サービスエリアに入ります。朝は寄らなかったですけど、帰りは寄ります。ここで最後、
最後の休憩になりますね。はい、蓮田 SA でございます。くる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 。はい、蓮田 SA をお供します。なあ、微妙だなこれ。今 43.9 キロ。これ給油しないでもギリいけたかもしれないな。まあやってみなきゃわかんないですけどね。はい、東北道の浦和本線料金所でございます。いくらかな。恐ろしい金額が表示されるんじゃないかしら。3650円。まあ、あのプランに入ってるんで大丈夫なんですけどね。大丈夫っていうか、なんていうか。はい、川口ジャンクションで外環に入ります。三里方面こちら。はい、本日の総走行距離は 690.6 キロですね。690キロです。割ることの1,2,3,4 回給油して今 3.81 リッター、 26.09 リッター、 26.09 では26.46 ですね。まあまあいいんじゃないでしょうか。はい、そうなんですよ、690キロね、 SV でも走れるんですよ。まあ、ゲルザブつけてますけど、690キロ走っても1日でね、走っても大丈夫ということで、皆さんどんどん SV を買いましょう。あ、疲れた。それでは皆さん、バイバイ。